静かに。今、物陰に隠れたけど、間違いない。追ってだ。今度は、三人。逃げても、どうせ追いかけてくるな。ここで仕留めないと。ついてきて。午後5時、ローマ郊外、入り組んだ路地、2時間経過。こっちだ。しばらく建物の陰に隠れていよう。大丈夫、この辺りは迷路みたいな道だから簡単には見つからないよ。仕事柄俺には慣れた場所だけど、それにしても街中なのに発砲するなんて、相変わらず掟を守らない連中だな。あの男たちは敵対するマフィアの一員だよ。君の命を狙ってる。理由はあまり君には知ってほしくないんだけど、ファーザーは、君のお父さんはね、先日亡くなったんだ。その時に分かったんだよ、君の存在が。血のつながった娘である君は特別な存在だ。次のファーザーを選ぶ権利を持ってる。もし奴らに捕まれば殺される。殺されないまでも利用はされると思う。ファーザーはいつかこんな日が来るって分かっていたんだろうね。その時のために、俺は幼い頃から君の近くにいたんだ。来たね。威嚇射撃で俺たちをあぶり出すつもりみたい。君に弾が当たったら困るね。抱えてあげるから、しっかり捕まってて。大丈夫だよ。いい子だから、落ちないように腕を回して。震えてる君も、可愛いな。ああ、心配しないで。ちゃんと、守ってあげるから。今だ。まずは一人。二人目。こんな狭い路地で銃が効くはずないのに。隠れる場所はいくらでもあるんだから。大丈夫、こっちから回り込む。どこ見てるんだ。こっちだ。三人とも伸びちゃったね。もう大丈夫だよ。はい、下ろしてあげるね。おっ、あ、足がふらついちゃった。君からしがみついてくれるなんて嬉しいな。
密着していると体温や心臓の音が伝わってくるね。頬も熱くなってるね。首筋も。ねえ、これからも遠慮せず倒れていいよ。何度でも何度でも受け止めてあげる。どうしたの？逃げなくてもいいのに。ほら、俺の腕の中においで。もう怖い奴らは倒したのに、なんで怯えてるの？いい子だから。危ない！お嬢さん！この…気絶していると思ったのに。大丈夫？ねえ、腕をかすめただけか。そうか、よかった。よくないよ。血が出てる。君の綺麗な肌から血が。許さない。絶対に、絶対に。よくもうちのお嬢さんに傷をつけてくれたな。骨を砕くくらいじゃ気が済まない。顔の原型がわからなくなるまで、内臓が破裂して体中の血が流れ出すまで痛めつけてやる。許さない、許さない、許さない。この子を傷つける奴はみんな殺してやる。何？どうしたの？急にしがみついて。ダメだよ。この男は気絶しているだけだから。こんなものじゃまだ足りないよ。だって俺の大切なお嬢さんに傷をつけたんだから。どうしたの？撃たれたところ痛むの？ごめん。こんなやつより君の手当てが先だった。大丈夫だよ、すぐに癒してあげるから。さあ、こっちへおいで。あんな男たち気にする必要ないよ。後で仲間を呼んで犬の餌にでもしといてもらうから。ほら、早く行こう。